はい。超駅太郎です。闇バイト強盗ね。ホワイト案件。ホワイト案件ということで申し込んだら、超ブラックだったっていうことなんですが、ね。えー、いろいろ分かってきましたね。22歳の男、ね。えー、父親も、えー、祖父も、えー、インタビューに答えてます。部屋の中も映ってます。ね。まあ、乱れた生活という、まあ、そこまでじゃないか。まあ、 と思って私も机の周りを、あの、見ておりましたら最近ね、やっぱり書類があんまり言え人のことは言えないなっていうふうに、ちょっと前まできちっとしてたんですけどね。ね彼の、で、ね、悲しいのは、えー、履歴書でね、自分の写真を切り取って送ってるっていうところがあるんですよ。だから就職しようということはして思っていたんでしょうね。で、その理由が、 税金を滞納して、税金を滞納してたから、それを払うために払おうと、あの、働こうということだったっていうことを言ってるみたいだけど、まあ、物がしなしいというか、で、結果は10代、父親も罪を償って、ね。うん。で、祖父とおじいさんの方は、ね。あの、断ったら家族に被害が行くかもしれないと。ね。 いうことだったら、こっちに被害が来てくれればよかったっていうね、おじいさんの言葉を聞くとちょっと辛いです。辛いですけど、あなたのお孫さん、あなたのお子さんは死刑か無期しかないです。強盗殺人、も、しかも2件、あるいは3件かかってるかもしれない。要は、1件までならまだ、1件でももう通らないですよ。今、闇バイト強盗。あの、無理やり怖かったっていうのは、もう2件目になった時には通らないです。例えば、 ね。ケミカル剤。違法薬物ですね。うん。シャブ。これを無理、無理やり打たれたと。ね。言われて、それは一回は通ります。それは。でも二回、三回になったら通らないです。もう。違法薬物でさえがそうなのに、ましてや、殺人とか、強盗に関して、一回でもダメです。もう、そんな無理です。ここに来てね、ちょっと、これが、 例えば、天外孤独であったら、あ、もう家族もクソも関係ねえやっていうことで、ぶっちぎって逃げてもいいけど、実家暮らしだったらやっぱ考えるのかなって。でも、そもそもホワイト案件。そんな仕事はないです。普通のまともな会社で、うちはホワイト案件だから、ホ,ホワイト案件ホワイトだからって言ってるともうブラックですよ、そんなもの。そんな上場企業がうちはホワイトですとか言わないと思いますそんなの。 ホワイト案件。案件ってだから、あの、私どもは使いますよ。案件って。私最初、案件ってどういう意味だろうって。私も使っちゃいますけど、言葉としてはちょっと定かではない言葉ですね。案件って。なんだって思いますもん。はい。案件っていうのは、仕事ではないですもんね。 うん、まあ、問題に、実務上だと問題になっている事柄。えー、本来だったら解決、決定すべき事,、えー、事柄、うん。緊急から、緊急の案件とか使うんですね。訴訟事件とか。だから、案件っていうのはまともな言葉ではないです本当は。それが、案件っていうのが何か仕事になってるんですね。ネット用語で言う案件とは。えー なんか仕事のことっていう風になってる。業界用語みたいになってるんですね。うん。インフルエンサーの案件っていうのは報酬を支払うっていうようなことになってるので、本来は違うんです、これが。だから私は、この YouTube やるときに案件っていう言葉にすっごい引っかかりがあって、これはマイナスの言葉なんですよね。どう考えても、通常の。でも、もうそれが横行してるんで、もう言って。だから、ざっくり言うと、でも、これってどうかわからないけど、まあ、まあ、まあ。 案件だからって言って全部金になるかってわけでもないっていうのもあったりするので、そういう意味では正しいんです。だから、白い、ホワイトな案件ですよ。だから、えー、闇バイトの方は嘘は言ってないですよ。ね嘘は言ってないですよ。だから解釈が悪いんですよ。で、ここでこんなことを言ってるのは何かって言ったら、言ってるように、何らかの、うん、本人に問題がある。 認知の歪みや、だったり判断能力、ね。勉強できるとかできないとかって問題じゃないですよ、これ。じゃあ、みんな勉強できない子がそんなことになってからならないですで。この男の場合は、ち父親も、おじいさんもいて、家庭としては、この場合、諸般で行った時に、引き受けもいる、親、親、親族関係もちゃんとしてるってことは悪くはないんですでも、やったことがあまりにも突飛すぎて、これもうどうにもならないですよ。2件も。 であ、最初は、あのー、だってこれ、殺人に関与しちゃった。どっから見たって普通の兄ちゃん。どっちかってっ一発ぶっ飛ばしたら飛んでっちゃいそうな子じゃないですか。それが、そんなことができるんだって、ちょうん。ねここは有々し問題というか、だから、あなたの、 近くにいる普通のお兄さん、お兄ちゃん、ね。真面目そうなおとなしい子が、ね。うん。そういうことをやりかねないよ。まあ、ホワイト案件ということで、これをバック白にしてるわけじゃないですけど、うん。ふざけてる場合じゃない。たまたまちょっとこうなっただけだよね。うんだから本当に、やはり、あの、単純に、なんつうんですか英語を必須にするとかどうこうっていうよりも、国語。 国語の時間を倍にした方がいいんじゃないですかこれ。変な、変なことするよりも。あの、小学校でも英語とかじゃなくて。うん。あの、いや、あの、理系の人とかに、もあの、怒られるかもしれないけど、算数は数学やらなきゃいけないと思うんだけど、国語、まず、母国語の国語をきちんと、もう倍かけてでも、まず、自分の、 主となる言葉がきちんと分かってないのに、英語もクソもあったもんじゃないですよ、これ。うん。誰が何を言っているかっていうことが分かるような、もっと会話をきちんとするような、あの、英語でなんかスピーチして何とかかんとかって言うじゃないですか。ねあんなことよりも、日本語の正しい日本語を喋る、学ぶ、聞くっていうことをさせる、 おそらく今ラジオ聞かせてもみんなわからないと思います。情景が。ね私なんかはこうやってやってますけど、皆さん画面見てないですよね。声だけで聞いて画面一生懸命見てる人、よっぽどの人なんで、ね。画面見てなくてもわかるように喋っているつもりなんです。ね。うん。まあ今ほとんど言われることはないですけど、ね。うるさいとか、ダミ声とか、汚いとか言われました。言葉がね。うん。 何言ってるかわからない。それは、その時、あれ、何言ってるかわからない喋り方してるかなっていうのは、聞いてる方の理解力がないというふうに私はとってます。私は、ことさら難しい単語を入れなくて、うん。最初は、高校生ぐらいに分かるように喋ろうというふうに心がけて、いや、違う。もう、中学生だな。中学生男子に向けて、中学校の男子でも分かるような言葉で喋ろうというふうに心がけて、もう今、小学生かなって思って、 実は本当に、もういろんなことで私分かってきてるんですね。あの、何にも考えないんでいろんなことやってると思ってる方がいるかもしれませんが、西田敏之さんの動画にしても、それ以外のことでも、ちょっとけ、あの、試してるところがあります。正直言って。これを言ったらこうなるのかなどうなのかな本当に、ね。まあ、後にしますけど、 西田敏行さんにのことを語ったことって、これ、全く、あれは悪口です。どう言ったって。褒め殺しって言葉がま、まさにそれで、私はそれを試してるんです。一回目のことは、西田敏行さんっていうワードを使わずに一言も言ってなくて、こんなことがあんな,ことがこんなことがありましたよって言って、布石で置いといて、あまりにも伸びたもんだから、今度は実名を出して、 こんなことは言ってはいけませんよって言って、おおよそ、巷で流れる噂話を全部掘り込んでるんですよ。どっちが悪ですかって話です。後者の方が悪なんですよ。でもそれを見て、ね、コメント見ると、もう、この世の地獄としか思えない。<laughs> うん。ね。もう一つ。ね。これ。 まあ話またあれしますけど、メインチャンネルで俺太郎の謝罪動画、ね。謝罪するな、こうしようって。ちょっと待ってくださいよって。私ども、俺太郎も謝罪するようなこと一つもしてませんよ。これは、ね。新たな収益が止まったことで、新たなビジネス展開として、CM として、宣伝として、色紙を。彼はプロの漫画家なんで、あの、素人が書いてるものではないんですよ。ね。 うん。ヤンマが KC で連載するだけの能力と力がある、ね。ヤンマがのコミックで、あるいは他の雑誌で媒体でっていう風に連載したり、ね、単発で出せるだけの能力がある漫画家なので、それが自分で全部一枚ずつ書くということで、それが収益止まったことで別収入の糧としてやってるわけで、彼も私も悪いことは何もしてません。はい。それは、 YouTube において規約違反だということであって、皆様に謝ることではないです。それを謝るという形にしてエンタメ化してるわけです。それをサングラスをかけるんじゃないとか、もうどうするんだとこの人たちって。そりゃ、闇バイト応募しちゃうよね。まあ話は変わります。このことはまた別でね、詳しくやろうと思ってます。こんな風なら仕方がないわって私は思ったんです。 あれを真に受けちゃうんだ。ね。うん。なので、そういう人たちがみんなそういう風になるというわけじゃないけども、そういうことなのかなって思ってしまったっていうことです。まあ、あの、うん。これ、本当に死刑か無期しかない。これを国語力、そして死刑、またもう死刑になった強盗、強盗殺人は死刑か無期しかないと。ね。 うん。人殺して金奪っちゃいかんよって当たり前のことです。ね、以上です。